皆さんこんにちは。弁護士の井上拓です。知的財産法の即習ということで、これからシリーズでやっていこうと思うんですけれども、第1弾は著作権法ということで、早速やっていきたいと思います。知的財産法というのは様々種類がありまして、特許庁がこう列挙するだけでもですね、特許法、実用新案法、意匠法、著作権法、うんたらかんたらと、いっぱいあるわけですけれども、今回はその中のこの赤枠のところ、著作権法についてやっていきたいと思います。獲得目標というか、何をお伝えしたいかというと、著作権法の細かい論点っていうのに触れる時間はないんですけれども、今回は全体的なですね、著作権法ってこんなもんですよっていう大きなマップを皆さんの頭の中に入れることができればいいなと思っています。こういうマップが分かっていると、個別に問題が生じた時に、Google で自分で調べたり、あるいは弁護士や弁理士に、この点について聞きたいんだみたいな相談もできますので、全体像をざっくりでいいから頭に入れようというのが、このムービーの目的となります。自己紹介をさせてください。弁護士の井上拓と申します。著作権法との関係ではですね、ロースクールに行ってる間にですね、同時並行で、情報学館というところ、コンテンツを作っていくのを支えるにはどうすればいいのかっていうような、特別なプログラムを複線項的に、勉強したりしました。なので、著作権法というのは少し、知的財産法全体の中でも、好きな分野でございます。なので、頑張ってご説明していきたいと思います。目次がね、これなんですけれども、著作権法の目的をまずざっと説明して、その後で著作者って何でしたっけと、著作物って何だろう、著作権って何だろうっていう、この基本的な3要素をご説明すると。で、その後に、参考程度ですけれども、著作隣接権っていうのもあるよと。それから著作権ってどういうふうに活用できるのか。それからですね、7番は、権利侵害ですね、著作権侵害だと言われたり、あるいは著作権侵害をされていると思った時のために、具体的にどういう請求がなされるのかっていうことをご説明します。それから最後に、tips みたいなもんですけれども、人の著作物を使う時の、手順というか、思考過程について、ご説明しようと思います。それでは早速ですね、まず一番最初、著作権法の目的、ここからやっていきたいと思います。知的財産法に限らず、法律全般そうですけれども、第1条のところには目的が書いてあって、どういうことを目的としているのか、どういう人を守りたいのか、この法律はってことは第1条に書いています。で、ここに書いていることを図で表すとこんな感じになります。音楽でイメージすると分かりやすいと思いますけれども、まず作詞作曲をするという人がいます。クリエイターですね。秋元康さんみたいな人がここにいるわけですね。この人を著作者と言います。で、しかし、秋元さんがですね、いくらいい作詞をし、いい作曲をしたところで、それだけでは世の中にその曲は広まりません。誰かが伝達しないといけないんですね。で、ここに上がっている人たちっていうのは皆さん伝達者と言われるものです。例えば、その音楽を実際に実演する、音楽を歌ったり、踊ったり、演奏したりする人です。そういう人たちがいて初めて世の中に広まっていくと。あるいは CD にして販売するレコード業者がいると。あるいは、有線無線問わず放送するということによって、その、秋元さんが作った音楽を広める人がいると。あるいは、本であれば出版する人がいると。こういうみんなの活動によって、誰かが作り、誰かが広めると。このことによって世の中にコンテンツが広まっていくっていうのが世の中のシステムですね。そして、著作権法はですね、この、クリエイターだけじゃなくて、この伝達する人たちも含め、全体的に保護をするということを目的としています。で、その結果として究極的な目標としては、文化の発展に寄与するということですね。まず作った人の著作者に与えられるのが著作権ですね。これは有名なイメージする通りの著作権ですけれども、それだけではなくて、こういう伝達する人に対しても、著作隣接権、お隣なのでということで、隣接権というものを与えると。で、保護するんですね。で、保護されてるんだったら頑張ろうということで、一生懸命歌ったり、一生懸命 CD にしたりすると。で、そうやって、みんなが頑張ることで、コンテンツが世の中に回れば、文化の発展に寄与するだろうということを目指しているのが著作権法だということになります。で、出版社については同じようなもんなので、ここに入れてあげようよということも思われるんですけども、で、実際出版社業界としては、著作隣接権くださいよというロビー活動をしてるんですけれども、今のところ、歴史的な背景もあって、まだここには入れてないので、著作隣接権というものを出版社は持ってはいません。いませんけれども、出版大事ですので、何かの形で保護しなきゃいけない。ということで、やや微妙なんですが、隣接権じゃないけど、出版権っていうのをあげるよっていう形で、保護するっていう整理をしています。以上のように、この登場人物みんなをね、うまいことを調整して守っていこうっていうのが著作権法です。で、究極の目標は文化の発展ということになります。これで目的が分かったよと。で、ここから本論ですけれども、この著作者は著作物について著作権を独占するの最初、著作者はとは何ぞやっていうのを、この2番でご説明していきたいと思います。まず一般論ですね。一般原則は非常に簡単で、皆さんのこのコモンセンスですね、常識の通りだと思います。実際に創作的表現の作成に関与した人と、要するに作った人、クリエイターが著作者になるよっていうことですね。それはそうだろうということですけれども、気をつけないといけないのは、単なる資金提供、お金を払っただけだったら著作者にはなれないよと。それ聞くと当たり前な気がするんですけれども、こういうことをイメージしてみてください。例えば、10万円をあげるので絵を描いてという契約を結ぶと、画家さんとですね。で、絵ができると。で、似顔絵なりなんなりをもらうと。こういう契約をすると、なんとなく全ての権利がこっちに来たような気がするんですけれども、これだけだと、10万円を払うことによって、その絵という物体ですね。それの所有権がこっちに来るだけにとどまってしまいます。なぜなら、お金を10万円払ってるけれども、お金を出してるだけだったら、その著作権は来ないからですね。著作権は、実際にクリエイトした人ですから画家の元に残ります。今の例だと画家が著作権を持ったまま、その書かれた有体物である絵だけこっちに来るのに10万円も払ってるっていう形になるわけなんですね。なので、全部の権利が欲しければ、所有権だけじゃなくて、その似顔絵の著作権もこっちに譲ってくださいねってことを、契約書に書いておかないといけないということですね。お金出したからって著作権来るとは限らないぞということを知っておきましょうということになります。これ当たり前のことですね、その次は。原著作に著作者名として表示されている名前がもしあったら、その名前の人が著作者なんだろうと推定しましょうよという当たり前のことですね。で、しかし例外がありますよと。これは大きな例外で、職務著作と言われるものですね。要件がありますと、会社の指示で従業員が職務上作成した会社名義で公表、あるいはまだ公表してないけれども、公表するとすれば会社の名義になりますねというようなもので、別段の定めがないものは、クリエイター、実際に作った人、書いた人ではなくて、その人が所属する会社が著作権者になります。これはかなり大きな職務著作のという名の例外になります。普通にやってるとさほど問題にならないんですけれども、誰かが退職される場面で少し問題になりますね。退職間際じゃなくてもいいんですけど、大体そういう時に書いたレポートであるとか、作成物っていうものは、果たしてどっちのものなんだということが揉めるわけですね。会社としては、会社の在勤中に作られたものは、我々会社の著作物であると、自由に使いたいというふうな主張をしますけれども、もう辞めると考えている人は、辞める直前に作ったものっていうのは別に会社の指示でもないと。自分がプライベートに作ったものだから、このレポートは会社の意向とは関係なく自分の名義で、転職先とか、あるいは自分で発表したりできるぞと、いうことを言うと。いうことで、この要件を満たすかどうかによって、著作者がクリエイターになるのか、それとも会社になるのか変わりますので、退職の場面では結構揉めるので気をつけましょうということになります。以上が一般論なんですけれども、ここからはですね、複数の人が関与するとちょっとややこしくなるので、そのことについて説明していきたいと思います。大きく3つのパターンがあります。けれども、一番上は、大したことないですね。結合著作物という、物々しい名前なんですけど、中身は、簡単で、別々の著作物が結合しているだけと、分けることができるパターンですね。例えば小説と挿絵、あるいは歌詞と楽曲。これらは著作物として、セパレートできますので、単にそれぞれの著作権者がいるよっていうだけのことになります。で、問題なのは真ん中で、共有著作物ですね。これは、共同創作で分離、利用が不可能ということですので、みんなで作って分けることができないもの。例えば、複数人で一つの物語を執筆したような場合、みんなで一つの音楽を作ったとき、こういう場合は、分けることができないので共有になります。で、共有になると、二人三脚のようにみんな足ギューって縛っているような形になるので、みんなで合意をして、あっち行こうっていう風な、合意をして一緒に動かないといけない。バラバラには動けないんですね。これが共有です。なので、著作権の行使ですね。例えば、ライセンスするとか、そういう時、あるいは持ち分の譲渡ですね。この権利を誰かにあげるよ、みたいなことは、全員で合意をして、みんなで一つの、意思の塊として動かなきゃいけない。という、縛りがあって、かなり動きにくいことになります。ところがですね、損害賠償とか差し止め請求とか、自分たちの著作物が勝手に使われていると、侵害されているという時の対応については単独で可能と。いちいちみんなの意見を聞いているのも、時間もないでしょうから、勝手に、アップロードされていると。我々の著作物がと。毎月100万円の損失です。みたいな時に、やめろっていう請求をしたり、金を払えっていうのをその違法アップロード者に言うっていう行為については、全員の合意を得ることなく、各共有著作物の著作権者が一人一人でできるということになります。で、最後がちょっと特殊でして、二次的著作物といって、加盟なんですね。ある著作物を、本案というのは、改変とかアップグレードしたものとかですけれども、そういうものですね。例えば小説を映画化したようなものが二次的著作物です。まず、元となる小説っていう親亀がいて、これをうまいことを使ってですね、映画化するっていう小亀を載せるわけですね。で、これが二次的著作物だよということになります。で、この場合は、ポイントはですね、映画の著作物の権利がこの映画監督に行くっていうのはそりゃそうなんですけれども、小説の方ですね、この親亀さんもこの映画の権利を持つっていうところがポイントですね。原著作者は当然この小説の権利を持ってるのが当たり前なんですけれども、誰かが二次的著作物をこうやって小亀を載せると、ここの28条に書いてるんですけれども、二次的著作物の著作者が有するものと同一の権利を原著作者は占有するってことですので、小亀が載るとこの親亀さんはこの小亀の分まで権利を持つということになります。なので映画についての権利許諾を得る場合には、この映画化した人だけじゃなくて原著作者の許諾も得る必要があるよということになります。親亀小亀で作られている二次的著作物については両方からの許諾を得る必要があるぞと。孫亀までいったらその3亀の許諾を得る必要があるよということになりますので気をつけましょう。2でですね、著作者ってどういう人なんですかと、どういう人が著作権の権利の共有主体ですね、になれるのかっていう話をしましたと。で、次は著作物ですね、どういうものが著作物として保護されるのかということですね。著作権の客体は何なのかっていう話をしていきたいと思います。まず一般論ですね。著作権法上にはですね、何が著作物なんですかっていうことの、ヒントとなる条文が大きく2個あります。1つが定義で、1つが例義ですね。で、言葉の通り定義が大事で、この定義に当てはまるものが著作物として保護されうると。で、この定義で、絞られたものの具体例としてここら辺に挙げられている9個があるということですね。で、先にちょっと例示から見ると、大体皆さんのイメージの通りだと思うんですが、小説、音楽、舞踊、それから建築、地図とか図面ですね。で、映画、写真、プログラムということで、特に違和感はないかと思いますけれども、マップが実は著作物だぞとか、プログラムも言語っちゃ言語ですのでね、Python とかね、Java とか全部言語っちゃ言語ですので、著作物として、著作権法上の保護にされるもんなんだということを知っておくといいと思います。で、例外として、保護の対象にならないということが明示されているのが法令通達の判決ですね。で、これらについては著作権法上を著作物として保護しないぞってことが、明定されているので、皆さん自由に使えますよということになります。では定義に戻って、じゃあどういうものが著作物なのかというと、これなんですけど、これを見たところでよくわからないのですが、この各色を分けた4つの要件によってどのようなものが著作物から外れるのかっていう観点から見ると、この著作物の定義はよく理解できます。どういうことなのかというと、まず思想または感情に関するものじゃないといけないと。いうのは何を意味しているかというと、単なるデータとか事実っていうのは著作物じゃないぞと。東京タワーの高さとか、あるいは富士山が日本で一番高いこととか、そういう単なる事実っていうものは著作物として保護されませんよということを言っています。で、創作的にっていうのは、単なる模倣はダメだよと。何かしらのクリエイティビティが入ってないといけないということですね。で、表現、これ重要でして、表現じゃないといけないよっていうのは、アイデアそれ自体は保護しないぞってことを、裏から言っているものです。例えば、少年が海をこうぐるぐる回って仲間を集めて海賊王になるという、これはアイデアなんですね。で、そのアイデアを具体的に表現したものっていうのが、麦わらをかぶったルフィであったり、仲間としての、サンジとかウソップとかそういうキャラクターであったり、そのビジュアルであったり、セリフであったり、小回りであったりというところですね。そういう表現されたものが、ワンピースという著作物として保護されるのであって、その裏というか、元々のアイデアそれ自体っていうものは著作権法上は保護されないぞと。なので、同じように、男の子が世の中をぐるぐる回って海賊になるっていう別の物語を全然違うビジュアルで全然違うセリフで、作るってことはできるんだということになります。このアイデアと表現っていうのは、時折その区分が難しかったりするんですけれども、表現であれば保護されるけどアイデアであれば保護されないということで、この2つの区分というのは非常に、大事であり、難しい時もあるものです。で、アイデアそれ自体っていうものは、もし保護するとするならば、著作権法ではなくて特許法の方で、守るので、まあ、特許権法と著作権法の役割分担とも言えます。で、最後ですね、文学や学術、美術、うんたらの範囲に属するものと、なんかアーティスティックなみたいなのは、さほどの意味はなくて、まあ、強いて言うならば工業製品ですね。同じような型で、まあ、単数みたいな、同じような形のものを、まあ、何十個何百個何千個とバーって工業的に作るもの。で、これは、まあ、保護は不要というわけではないんですけれど、意匠法という法律でがっつり守るので、まあ、著作権法で守る必要はないということで除外しているということになります。まあ、もちろん著作権法と意匠法、重なるところはあるんですけれども、大きな原則としては、こういう工業製品は意匠法。その他のものについて著作権法で手当てをするということにしているというこの役割分担がこの定義のこの部分に現れているということになります。先ほどのがですね、まあ、普通の著作物の定義ということなんですが、編集著作物等っていうのもあります。これは先ほどのが一つ一つスライムだとすると、今回そのスライムが全体でまとまったキングスライムみたいなやつが著作権として保護されることがあるぞっていうことですね。で、具体例はタウンページとかですね。タウンページとかっていうのは、お店と名前と電話番号バーって載ってるのですけれど、まあ、一つ一つのお店の名前と電話番号っていうのは事実に過ぎないので、先ほどの定義の通り著作物にはならないんですね。ところがこれらがブワーっと全部集まってタウンページというキングスライムになると、まあ、それ自体は価値あるねってことになるわけですね。で、どういうところに著作物的な意味を見出しているかというと、各素材ですね。タウンページの場合であればお店とか電話番号の選択、あるいはその配列ですね。どのようなお店を採集するのか、どのような風に配列するのか、すなわちタウンページだったらグルーピングをしてると思うんですけど、まあ、業種でグルーピングするとか、まあ、地域でグルーピングするとか、その並べ方と素材の選び方、この2つがクリエイティビティがあるぞと言えるのであれば、一つ一つの素材は全く著作物に当たらないものでも全体として見ると著作物として守ってやろうということが言えると。まあ、それがタウンページとか百科事典であって、法律上の名前でいうと編集著作物という名前がついているということですね。まあ、全国のラーメン店をアルファベット順に並べたものっていうのは、ラーメン店全部という意味で素材の選択に創作性はないし、アルファベット順にバーッと並べるだけだと、この並べ方、配列にもクリエイティビティはないので、まあ、こういうものは編集著作物には当たらないぞということになっています。で、この編集著作物のまあデジタル版といいますか、電子版がデータベースの著作物です。まあ、中身は似たようなものですね。で、データに関してちょっと不言すると、データはこれから大事ですねと言われていて、まあ、データの保護っていうのは不正競争防止法が結構頑張っていて、まあ、誰にも見せずに、本当にしっかりと秘密として管理するということができると、まあ、この3要件を満たすと、まあ、営業秘密というものに当たって不正競争防止法で守られるというのがまあ一つね。顧客名簿とかそういうやつはこれで守られるわけです。それからビッグデータとかそういう話になってくると、ここの5要件を満たすと、同じく不正競争防止法によって限定、提供データという名前のものにこうラベルを貼ってもらいまして、まあ、それによって保護されることができます。まあ、このようにデータっていうものはその管理の仕方とかによって不正競争防止法上の、まあ、このどちらかで守ったりするんですけれども、まあ、実は、この保護の範囲はそんな広くないんですけれども、データの著作物とデータベースの著作物という形で保護される可能性も一応あるので、少し頭の片隅に入れておくとデータの保護の観点からも良いと思います。